南昌院は、山梨県南駒郡美信町下山にある、臨済宗明神寺派の寺院。三号は、聖福樹山。本尊は、釈迦如来。三門、海の国師、海の国社記、寺記によれば、永六九年、穴山信君が、坊母のために、下山の地に創建したと言われる寺院で、海山は、天臨寺住職の桃院聖こと吹き。一方で、 天文7年2月21日付林在州、自中壁書には南昌院が創建されていたことを示す記述があり、南昌院は信君により中興された菩提寺であると考えられている。武田信虎の次女である南昌院殿は、信君の父である信友正室で武田信玄の姉にあたる。さらに信玄と正室三条夫人との間に生まれた健院は、 信君性質となっており、武田氏と穴山氏は、隕石関係にあり、南昌院も三条夫人の菩提寺である甲府の縁甲院など、武田氏ゆかりの臨在修寺院とは、強い関係にある。武田氏の滅亡後、河治療は、穴山正治代が、天正15年に死去し、徳川家康の伊豆武田新吉が継承した。新吉は、慶長7年に、 日立国水とに封じられ、伊母帝の頼りは、水戸徳川家の祖となった。こうしたゆかりから、南昌院と水戸徳川家には、交流が存在し、南昌院資料には、年始挨拶や贈答など、水戸徳川家との関わりを示す資料が見られる。南昌院の所蔵する武田氏系図は、武田宗家と穴山氏、今井氏の系譜が記され、穴山氏の由緒が強調されており、 同様の特徴を持つ、円光院、武田経図をもとに作成されたものであると考えられている。多くの文化財を所蔵しており、現在は、山梨県立博物館に寄託されている。県指定文化財憲本着色、穴山信友夫人像不死本牧書青岩麻呂、昭和40年8月19日指定、穴山信友夫人の肖像。 寸法は縦8 1 1トル、横3 9 7トル。三分は、病心寺住職の天、桂玄長。信友夫人の死去とした、A69 年12月の年があり、穴山信君による、追善供養としての像であると考えられている。憲法着色当院を肖像昭和40年8月19日指定。 南昌院会祖である桃院聖こと武器の鎮装憲本着色、掛け軸装作者は不明だが、三文は、長禅寺住職の春国光新。憲本着色、武田信虎像,像長禅寺春国と共通する。憲本着色、と東天神像昭和40年8月19日指定室町時代の、都東天神像。 寸法は縦9 3 2トル横2 2 3トル三分を寄せている。削減終了は、エリンジ住職で、工事3連には、穴山市官に立ち寄り、穴山信友夫人に本号を与えている。南昇院文書昭和48年7月12日、指定京都明神寺との関係を示す文書や、桃院書状や穴山市文書。 開示となっている松字の文書などを多くの中世文書を含む古文書群。山梨県史、資料4中世1には25通が収録されている。資本牧書大般若協596巻昭は48年7月12日指定南北朝、室町期にかけて書き継がれた大般若行、第59、501、551、561の4巻が結出し、 596巻が現存する。縦2 9 0センチメートル横8 5センチメートル厚さ1 4センチメートル程度。単行色の上質構造紙で折り本仕立て。10巻ずつが小箱に収められ、小箱10箱が大箱に収められている。5年10ヶ月を要して書写されているが、書写年代は3期に区分されている。奥書きによれば、第1期は、 穴山市の河内入部以前の攻略2年から取得2年にかけて河内横沢総計案の佐藤資源、木戸倉が書写し元沖縄将に捧げたという。第2期は穴山市が河内地方へ入部した明徳年間に書写され、天文年間には信友が修復を行い、天輪寺に収めた。第3期は南松院が混流された新訓期で穴山家臣のアルイズミ大学助により、 京箱が整えられた。半本ホッケ行袋漆塗り切り京箱昭和52年5月23日、指定資本牧書ランケーアザ説昭和52年5月23日、指定戦国期の牧。資本牧書、掛け軸層。エリンジ重職である、海鮮商期の遺木で、海鮮による歓喜がある。アザ説の主は、公衆上上宿所君の侍局で、内容は、 侍局に対し、乱敬、宗秀の法意見長語を与え、その由来を印祝女君の祝徳を称えている。祝女君は、武田勝頼室の法上夫人を指すと考えられており、乱敬宗秀は、穴山氏一族で、その没後に寄進されたものであると考えられている。ウィキメディア i a Commons には、南昌院に関するメディアがあります。ありがとうございます。